ヨーロッパ向けのすだちの出荷作業を行うのは特別支援学校の生徒たち。障害のある人が生きがいを持って働くことができ、農業の担い手不足の解消が期待できる農福連携につながる取り組みです。農業では今、高齢化と少子化で耕作放棄地や後継者不足といった問題を抱えています。一方、福祉の分野でも障害のある人の働く機会の確保が求められています。こういった地域の課題解決のため、県では農業者と福祉事業者をマッチングする相談会や研修会を行っています。この日は国府と板野にある特別支援学校の生徒4人が神山町のすだち農家を訪ね、就業体験を行いました。徳島特産のすだちは、その独特の香りや酸味でヨーロッパでも人気があり、輸出拡大が期待されています。しかし、専用の圃場で生産するなど、厳しい管理規定が設けられ、出荷の際には植物防疫所の職員立ち会いの下での殺菌処理も必要です。輸出となったらこの消毒液につけて乾かして手間がかかる、人手が足りない状態なんで大変助かります。学校卒業されても農業に関心を持っていただけたらと思ってます。出荷作業を覚えようと箱詰めを手伝う生徒たち。すだちの表面に水分が残らないよう念入りに拭き取った後、L から4L サイズまで4段階の大きさごとに1キロ箱に詰めていきます。袋に入れて測るときにそのすだちの大きさが微妙に違うんでちょっと大変でした。細かい作業が好きなので、なんかもうどんどん楽しくなってきて、まだまだなんかやってみたいなっていう、もうちょっとすだちのことを調べたいなって思いました。今回こういうすだち農家さんの協力を経てこういう経験ができたのは、子どもたちの経験値も上がってとてもいい機会になったと思います。特別支援学校の子たちがこういう力があるんだっていうのを農家さんの方にもぜひ知っていただいて、いろんなつながりが深まっていけばいいかなと思います。生きがいのある社会を実現し、新たな事業やコミュニティを生む農福連携に期待が高まります。